モゴルフプレミフォーです。ともです。りょうです。はい、今回は神回ではないですよ、うん、森回ですよ。森回です、うん、まあ、何かっていうと、前回ね、スカイトラックの継続機 の、 設定をいじれるよっていうやつでコメントにももらったけど、一番最大までその設定を上げて打ってみてくださいね、うんうん、で、これはスカイトラックね、ほんと買ってすぐやったんだけど、うん、まあ面白いことになるし、これはね、やったことある人そんなにいないと思う。いないと思う。お店に置いてあっても、うん、やっちゃダメだもんそんなことね、やっちゃダメだし、見たことない景色が見れてしまうね、うん、はい、はい、ではもう見てもらいましょう。はい、どうぞ。見てもらいましたけど、劇的だよね、うん、設定で言うと、まあ、ランの設定が、うん、まあ、100% がノーマルだったとして、まあ、一番マックスで200だから、一番ね、ランが出ててね、100ヤードぐらいランが出てたりもするのもあったし、うんうん、の飛距離の、まあ、設定、これも150まであって、やるとヘッドスピードがね、35、うん、もうほんとおじいちゃんみたいな、うん、おじいちゃんみたいな打ち方でも、うん、まあ、楽々280ヤードとか、うん、400余裕でキャリーで超えるっていう。急にだけどね、ある思い出したわ。触れただけで飛ぶんじゃないかと思ったぐらいの設定じゃん、うんうん、昔ね、ボエロプロ野球っていうファミコンのゲームだったの、うん、ホーナーって言ったの、ヤクルトに、赤鬼ホーナーってめっちゃ、うん、ホームランバッター、あれバントでホームランなんだあれ思い出したすごいな、ホームラン。そう、多分見たことないだろうから、あのグラフィックっていうかね、あの景色が、そう、あの滝が流れてるんだよね、うん、あれに木がついてる人いないと思う、ね、いないと思うよ。まあ真ん中打って最長がね、491.9 で、うん、1回止まるの、うん、で、画面戻って計測不能みたいなのが出る、うんうんうん、だけど、あの両サイドの岩に、うんうん、行くとフリーズする、うんうん、もう完全にその機械というかアプリが落ちる、うんうん、ペナなんじゃないの設定で左右行ったらもうで、左 の、 あの滝の方に行ったら、うん、あの岩を
突き抜けるっていう。岩を突き抜けると森があるっていう。あるっていう。これも新しい発見だったね。うん、の設定を持ったとしても、数字をちゃんとあの見れた場合、あのヘッドスピードを遅く打った時とかは、ちゃんと数字が出てるから、計測可能みたいな感じで。不能の場合も000ってなってるから、まあ、ありえない飛距離なんだなっていうのはやっぱり分かってもらえると思うし、ね、ヘッドスピード35で280ヤードとか、あーすごいね、ヘッドスピード40ちょっとで350ヤードとか、まあありえないわけじゃん、結局。でも、やっぱりそこを見ないで飛距離だけ見てたら、それを信じる人もいると思うし、そうだね、YouTube やってる側として。はあ、あのやっぱりね、動画を出したりとか、その見栄えの良さで言うと、うん、絶対に持った方がいいんですよ。うんうんうん、まあ言えば、うん、簡単に言ってしまえばね。見てる方もすごいなと思うし、まあ、見てる方を騙すわけじゃないけど、うん、感動させたり、感動させるわけじゃないけど、まあ、なんて言えばいいの、騙す以外で。あ、まあそうなんだよ。だからやるに近い、それよりかはもっと飛ばなくてもいいんじゃないかって思ってるし、あの逆に飛ばない設定にしてコメント来る、飛ばなさすぎじゃないですかっていう、設定厳しすぎませんかっていうコメントが、うん、もし来たなら逆に嬉しいし、うん、その一番やっぱり言われたくないよね、それ飛びすぎてますよっていうのは、ね、絶対言われたくないじゃん、うん、理解は飛ばない方を僕は選ぶかな。その参考にしていただければっていう上で考えればそうかもしれないよね。じゃないと、うん、僕たちがした動画でそこまでリアルな数値をある程度考えて、スカイトラック28万かかって、うん、でその後にこうデータも取って、うん、でやってる意味がないから、うん、まあ、盛るために買ったわけじゃないっていうことね。盛るためじゃないし、そのまあ他のね、やっぱシダ動画とかも計測機使ってやる場合もあるけど、まあ、そこと比べてどうって言われるコメントもね、ちょっと来たら困るんだけど、まあそこはもう判断してもらうしかなくて。楽しかったね、森会。うん、森会、やっぱでもね、飛んだら嬉しいよ。うん、いや嘘だけど。嘘だけど飛んだらね、やっぱ嬉しいよ。それで多分買うんだと思うよ。うん、はい、ということですかね。はい、ありがとうございました。